あのやどう合図かなんかすればいい合図すればわかりますかあ見えないね、これね。えー、っと、僕、こっちは映らないね。はい、わかりました。いいです。えー、っとご、ごめんなさい、ちょっと見にくいですけれども、あの左右が綺麗に見えますけど、これ、沖縄の海です。私はあの沖縄で26年間、牧師をしてました。え、uh, I、uh,、Pastor, the minister as a pastor in 沖、ok、縄 for、uh, 27 years. そして、えー、今のですね写真のところは洗礼式をする場所なんです。あ、uh, this is where we give baptism。ですからあのいつも言うのはですね、多分ここで洗礼を受けるともっときれいになるよと冗談ですよこれ。冗談って言っとかないとね。<laughs> もう一回受けたいという人がいるので。あ、uh,、we're just joking but we also often say like oh you get uh, uh, more, uh, better, uh, a more better or cleansed year、uh, when you get baptized here。 で、えー、次の写真はですね私の三十七年前ですかね。次の <years>、えー、ちょっとこれ正面のは太って見えますけれども本来もうちょっとほ細い細いです。You know, あの <look S 2> 細いじゃなくて <sl ipper. S 2> 細いです。 えー、これは私たちあの結婚して、えー、37年前に結婚して最初のクリスマス、えー、なんとフィリピンで迎えました married,、えー、さっき卒業生言いましたけど私も実はあの愛知大学あの夜間でしたけどもあの私は感謝なこと4年であの勉強が。<laughs> 勉強嫌いだったので4年で終えましたけども大学卒業してです,ねすぐに私たち結婚してそして結婚式の2日後にフィリピンに行ったんですそこは牧師になるための学校でしたそして本当に私はですねこの彼女と出会って イエス様と出会ったのが一番変えられたんですけれども彼女と出会っても変えられました。どうしてかというとこの人は私にストレートにものを言うんですよね。だから私は大好きなんです。ああ私がですねフィリピンに行った理由は英語ができたからではないんです。 I このにはたくさん英語はで,ですね、今から言いま p から聞いてくださいね。私のその時の英語はですねあの、今から言いますから聞いてくださいね。<S I can show you,、uh, s h o 英語 o u my e n g l i です l 私の e l here m の英語はですね、t の m o t s u Uchimura I'm from j a ね、a n だけです。 All. All I got. その後あのでも、ね、英語をしゃべれないってこうちょっと悔しいのであの私がしてたことはこういうことです。ああ、そういうこ h です。あ、huh. あ <laughs>、uh、ああ、ああ。っていうふうにいつもあの会話の中でですね、分かってなくても、あ、uh、あ。Huh. Uh huh.

ですから私はあのそこの学校でできるわけないんですよ。So、でもあの私はなんと日本人の中では一番だった。まあ私の家内はちょっとあの短大卒業してたのでレベルが違うので日本人一人しかいなかったからそれでも一番。<laughs> <graduated> college. ごめんね、通訳大変だよね。こう <laughs>、えー、また、あ、一番だったんですけどね。また、最後一番だったんですけどね。また、最後一番だったんですけどね。まも感謝のことに、あの5年間、英語を勉強し、また、ここに編入するために、また、いろんな余分なものを取りながら、そしてまた、最終的に、その目標のですね、学びを終えることができました。 A lot. でもあの、本当に私は一生涯でこんなに勉強したかと思うぐらい勉強しました。Uh, like、その大学院なので、マスターレベルなので、あの全部あのこのペーパー、論文があるんですよね。そう、uh, so so uh, uh,、論文書くのに最はの頃はえあの日本語でまず全部書いて、 そして英語に訳して。37年前ですか、タイプライターですよ、皆さん。私は一つのペーパーを終えるのに、丸3日間寝ずにやったんです。それは時間に間に合わないから寝られなかったということです。 まあでもそういう中で神様は本当に恵み深いそして憐れみ深いお方で卒業することができました何度もやめようと思いました卒業式の時に卒業証書に「保つ内村」って書いてあるんですけど神様の名前も書いてくださいよというぐらい神様から助けてもらいました。 そしてその次の写真がこれがえ何年前ですかねえっと ?31 年前にあの那覇の教会に使わされた時の写真です。Uh, when, uh, we 後ろ向きですけれども、えーね、テーマを見たまによって、ホップ、ステップ、ジャンプ。Uh, there, like、ちょっと日付は通用しないように。Uh,

And we went to this church after the church was separate and a lot of strong believers left the church and that's when we got there. Oh, what well, God can do is amazing. And believing God is amazing. And after a few years, uh, God has multiplied us. えー、このように、まあ、教会を紹介するときに私は必ず人を紹介するんですね。建物じゃないですから。ら、uh, でもその次はあの建物の写真です。右側の街道で、真ん中は納骨堂、3階建ての納骨堂で、これ前があの真ん中は庭ですね。 メイン、ハー、インド、ミドル、ワン、イス、グレーフあ、あの、納骨堂と、グレーフですね。グレーフ。そして、その次の写真は、あ街道の内部ですね。街道が

これは多分日本とポルトガル語の人たちだと思います。これが教会。そしてその次が、まあ、カイドの建物ですね。昭和ります。 決して私はあのヒズコールの人にここに来てくださいとは全く言いませんので <And> now, 皆さんの言う人ここですから、uh, はい、そしてその次はあの世界で一番素晴らしい家族の写真です。私にとってですよ。皆さんにとってですよ me, 私にとって一番最高の妻と、えー、娘と息子です。これからがあれなんですけどじゃあ次。

2005年ぐらいでしたかね、沖縄であの最初の集会を開いたんです。あ、uh, uh, ok、実は1つのお菓子屋だったんですよ。あ、んと私が通訳だったんですよ。こでもこの写真、下に BGA って書いてあるんですけどね、向こう側が撮った写真なんですけど、どっちが講師でどっちが通訳かわからないよな。Hard to tell who is preaching. でもで、あの、

私がこの通訳を頼まれて引き受けた時に、あのストレートに行くかないがえ、hey, できるなって言われたんですよ、ね uh, When I was offered for this、uh, task, my wife was like, Can you actually do it? で私が言ったのは、ada, できるかどうかやってみないと。分なたが言っかとってみないと。あなたが言っあったら、できるでしょ。う、がったら、できるでしょ。という、その程度です。あその次は、uh, この人わかりますか野球好きな人は、次の写真。 あのちょっと前ですけど、阪神タイガースにいたマットマートン、マ、uh, <Matt> えーティン、とですね、ジェイソンスタンリージという人でマットマートンは一郎の、えー、シーズン最安打、えー、最短打記録を破った人ですね。マーティン、another baseball player, p l a y e まあ沖縄に来るときはキャンプでいつも2月に来てたので必ず集会をしてくれました。The most hit. そしてあのいつも大体、まあ、私はこう通訳をさせていただいたんですけどその,次その次の人を知ってますかこの人 so, you know この人も沖縄に来たんですけどもわ、ok well? えー、かる人あ知ってますねあの多分あのこれだからまた自慢じゃないですけども YouTube で Nick v i c ってやると、あの多分この沖縄の集会の,あのビデオが出てくると思います。で、このう c h i c YouTube、You can see first,、uh, はい、のこう y o u e こうやってやってると、だから最後は、やっぱり結局、自慢話かってなるんですけど。So、I think thinking I でも私は、心から言うのは、私ができたってぜ全然思ってないんです。 もう一つ私の,あの一番の神様が書いてくださったことは午後に話しますから。 聞聞きたいいいい人人は午後にに来てててててください <And another S 2> 聞くとえーっううようなことを話ししまますす数制限ああるかかももれれせんけどどの辺隠大丈夫で今日のメッセージは、ですねイエス様を信じるということです。So, today is about Jesus. 私は声を上げて言いたいのは、イエス様を信じることは素晴らしいことです。

Read together. これは一緒にみんなは大丈夫、はい、そうですね。皆さんは英語の方はこちら読みますか英,英語の方は読み、えーはい、じゃあ,あの皆さん、手元にありますので一緒に読んでみましょうかね。ヨハネの2章の1節から11節まで。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。 武道酒がなくなると母はイエスに向かって武道酒がありませんと言ったするとイエスは母に言われた女の方あなたは私と何の関係がありますか私の時はまだ来ていません母は旧時の者たちに言ったあの方が言われることは何でもしてくださいそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめ6つを置いてあったそれぞれにあるいは3メラです。入りのものであったイエスは旧時の者たちに言った水がめを水でいっぱいにしなさい 彼らは水が目を縁までいっぱいにしたイエスは彼らに言われたさあそれを組んで宴会の世話役のところに持ってきなさい彼らは持って行った宴会の世話役はすでにぶどう酒になっていたその水を味見した組んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのか知っていたが世話役は知らなかったそれで花婿を呼んでこう言った夢に良いぶどう酒を出して酔いが回った頃に悪いのを出すものだがあなたは良いぶどう酒を今まで取っておきました イエスはこれを最初の印としてガ来ラのカナで行い自分の栄光を表されたそれで弟子たちは「イエスを信じた」。「アメン、えー、イエス様を信じる」というテーマです。えー、この「この聖書の箇所ではですね、いつも最初の奇跡とか最初の印しというテーマはよくつけられます。Uh, this part of scripture mostly used in the first sign でも私にとってはですね、イエス様を奇跡するのは当然の方なので、そこがフォーカスじゃないんです。イエス様をどのように信じたかということに今日はフォーカスを当てていきましょう。 ヘブルビトの手紙の11章の1節には、さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです,とあります。Hebrews says, Now faith is a s e r i e of things hoped for and the conviction is not seen. でも、目に見えないもの、それは私たちがなんか良いものだと思っていることじゃなくて、イエ s 様が、主が私たちに語られることなんです。

いろんな準備をするなんか役割をもらっていたかもしれません。聖書を見ると、武道士がなくなった。この当時の披露宴はですね、この一日だけではなくてですね、もう何日も続く披露宴なんです。で、マリアにとってはですね、これがなくなったらもう一大事なんです。

Make 自,分と自分が不完全にもかかわらず、また自分の思いでそうやって買いに行ったりとかですね、隣の家にブドウ酒がありませんかって言ってもしょうがないんです。私たちはイエス様に向き合う必要がある。皆さんあの、清いってことはですね、私たちの方向がどっちかってことなんですよ。

ですから、私たちはですね。イエス様に向き合う必要があるんです。So、特に神の子であるクリスチャンはイエス様にいつも向き合っていきましょう。God, ね。あの、日本的にいや私はできませんから。あれ失敗しましたから、もうそんなこと。実は神様は全部知ってるんですよね。You ですから私たちはそのままの姿でイエス様の前に出ることができる。どう、人間と神様を同じにしないでください。私たちだったらですね、もう何回目だ、いい加減にしてくれよということでも神様はよく私の方に向き合ってくれたねって言われるんです。

今日、イエス様はですね私の方に顔を向けてごらんって言われてるんです。自分がもう、いや、もう神様、恥ずかしいんです。もう顔も上げられないんですっていうふうに言ったとしても、大丈夫だよ私に顔を向けてごらん。 そこにしか解決がないんです。そして、すごいのはイエス様の応答ですね。

でも、それでもイエス様しか答えがなければ向き合い続けるしかないんですよ。でも、特にこの日本語の訳はですね、なんか冷たさを感じるんですけれども、実際のこの言葉は何かというと、私の関心とあなたの関心とは違いますよって言ってるだけなんです。 私の時はまだ来ていません。私の時イエス様にとって私の時は十字架にかかるためだけにこの地上に来ています。 でも私たちはこの後聖書を読むと分かるようにですねちゃんとイエス様はマリアの必要に応じてくださったんですよ。

水がワインに変わった後に信じるのは簡単なことですよ。でも、マリアは、ちょっと冷たそうな言葉を言われても、イエス様を信じて信じるだけじゃない。そして、救時の者に、この人の言うことはちゃんと聞いてくださいよと言ったんです。マリアは、今日、自分てくださいの言うことは、自分の言うこ言うことは、自分の言うことは、自分の言うことは、自分の言うこと 今日、マリアのような信仰を持とうじゃないでしょうか。This like、face. 神様が言うことがどんなに冷たいと思っても。No like. 正直言うと、まあ、教会でも言ってるから別に隠し事じゃないんですけど、なんで私は沖縄からこっちに名古屋に連れてこられない、名古屋の人には申し訳ないですけど、<laughs> なんで名古屋なんか来なきゃいけないんだっていう思いがずっと今でもちょっとあります。<laughs> なんで神様はこんな冷たいことをされるんだろうか教会のの人たちとはもうめちはめゃゃくちゃもう本当に家族のような付き合いししてました もう感謝のことにですね、あのえー、この警察のです、ね、トップの人との知り合いも何にも作ることができた。Uh, so we the, uh, 沖縄の経済界の人ともつながりを持つことができた。Uh, with, uh, in ok、ちょっと裏社会の、ちょっとこういう人とも何かがあったら、あの 内村さん何かあったらここに電話してくださいな必ず助けますかなという名刺も何枚かありました <laughs> でも手放して名古屋に来なさいって言われたその時に私は本当に試されましたあなたは本当にイエス・キリストを信じているか私は本当に 沖縄よりももっと素晴らしい働きがあるというその何かを見て行動するんじゃなくて見ずに行動するのが信じるということなんです主は私たちの将来をご存知なんですいまだに私はさっき言ったちょっとだけなんで名古屋にこの時期に来なきゃいけなかったのかってまだあります でも神様のご計画は必ず素晴らしいものなんです。He, well, 私のイエス様は素晴らしい主ですから。そのイエス様を本当に信じていきましょう。2二番目、えー、求人のものはイエス様を信じた。 マリアから言われたからかもしれませんけれども、でもこの給仕はイエス様がですね、給仕の者たちに水が目を水でいっぱいにしなさいと言ったことを信じてそのように従ったんです。これは裏方のね、あの、

水を汲みに行ってそしてそこに入れなきゃいけないんですよ。水を入れたって、いや、今必要なのワインだよって分かりながらやるんですよ。これが何のために役に立つのと思うことですよ。私がちょうどフィリピンで、もう本当に英語にもう本当に格闘して、何のためにこんな英語をやらなきゃいけないのと思ったら、 時と同じですよその後、フランクリン・グラムの通訳が待ってるなんて全然分からなかった。ったもう英語から逃げ出したいような気持ちがいっぱいでした。でも主が私を私の

必ず従ってくださいでも人が言うことはちゃんと主,主から言われたことか確認してくださいよ。ま私は言ってるのはですね、牧師が言ったからって従わないでくださいって。私は言うけれども、神様とちゃんと確認して、神様から受けてそれに従ってください。 どうしてかって言ったら、ね、したかったけど何も起こらなかったらどうしてくれるんですかって私に言われても困るから。だって私だって分からなくて、イエス様を信じて言ってるだけですから。その次はですね、イエス様から救助のもらいの言葉、2番目ですね。 水を汲んで、えー、いましたそして、えー、さあ今それを組んで宴会の制約のところに持ってきなさいと言われたんです。めちゃくちゃ進行必要ですよねこれ。自分が組んだ水だから持ってってこれ水だって言ったらお前なんでこんなもの持ってくるんだって言われてすぐわかるんですよ。they know they draw the draw water and taking that to the, the feast master

でもその結果この信じた人には奇跡を見ることができた体験することができたイエス様の素晴らしさをですね本当にもう一生忘れないぐらいの体験をすることができたんです。Can, uh, そしてそれもですね神様のなさることはベストな武道酒に変えてくださったんです。

落ちるしかない <laughs> それが信仰です。<is> 3番目、弟子たちはイエス様を信じた。Jesus, この最初の印を見たと書いてあります。最初の印だと言ってます。そしてご自分の栄光を表された。弟子たちはイエス様を信じたんです。 イイエエス・ススキリストのの栄光を見たととといいいいうううはイエス様ががもう本当にに言言葉なななししし素晴らかよこんです it can, it 私が今日こうやってメッセージして、礼拝の後にあの内村保つタモツっていう人ちょっと面白かったよねって、礼拝の後残ったらそれは私の失敗なんです。Uh, 礼拝の後にですね、やっぱりこのイエス様素晴らしいよ、最高だよね。これが主の栄光なんです。Service, name, is, is 私の主も素晴らしいよねって信じることです。And グリーンそしてこれは最後の印ではなくて最初の印。それは継続して、これからも主の素晴らしさが私たちを通して表されていくんです。この後、弟子たちはイエス様と共にイエス様と共に過ごし、そしてイエス様の死にも立ち会い、そしてイエス様が天に引き上げられ、そして聖霊がその注がれる。その時も一緒にいた。サイボウズ。 えー、そして、えー、この弟子たちが今度は人となってですねそして福音を伝えていったんです神様の私たちに立てている計画は良いことだと言われているんですよ見えないからじゃなくて主から御言葉を受け取ったならばもう飛び込んでください Even if you 今コロナの時,代時だからと言わずに今だという時です。Else, COVID, そして私たちがイエスが神の子キリストであることそしてそのイエス様は私たちが信じるためにこの聖書は書かれたそしてイエスの名によって命を得るためであると。 そしてこの弟子たちは精霊に満たされてそして他国の言葉でいろいろと話しそしてその後に一生の人の働きの一生の発説には地の果てにまでイエス様の証し人となった。 And my disciple uh, was filled with the Holy Spirit uh speaking in tongues and and they have uh spread the gospel to the end of uh the world. And let's stop testing him. Let's graduate that. <laughs> Don't test him like is this okay, is this good, is this gonna work?

皆さん一人一人に島で忠実にこの素晴らしいイエサも信じ続けますかと今日問われているんです。You, uh, you, you お祈りしましょう。天 <'s> の父なる神様。Uh, <Heavenly> 今日こうしてあなたがこの御言葉を持って私たちに語ってくださったことを感謝します。Thank you for speaking your gospel to us. 神様はここにいる私たち一人一人の過去も現在も将来も全部ご存知です。その上で今日、神様が私たち一人一人に語ってくださったことを感謝します。どうぞ、マリアのように、イエス様に向き合うことができますように。

本当に100%信じ、委ねるものとならしめてください。You, like、どうぞ、救人の者たちのように、い今日信じさせてください。えないこと、ま、たは自分ではわからないこと、ただ、言われてしている人たちがいるかもしれません。 何のために今これをしているのかわからない人もいるかもしれません。でも全てを主に委ね、主に従い続けるものならしめてください。救助したものだけがこの奇跡を体験したことができたように、私たちにもどうぞ従い続けて、あなたの栄光を表してくださいますよ。うに、like 私たちが本当にこの「イエス様」を最初の印を通して「イエス様」を信じたようにどうぞまた信じ続けたように私たちも本当にこの地上で最後の時まで「イエス様に100%信じ委ねるものとならしみてください。Like the disciples believed in Jesus from this first、uh, signs until the end of their lives, let us trust in you and believe in you.

私は失敗ばかりし、また私は罪人です。Maybe, uh, でも私の罪のために、十字架で身代わりとなって死んでよみがって、そして、えー、私の罪を取り除いてくださったのは、イエス・キリストだと信じます。あなたは 私の救い主、王の、主の主です。このような素晴らしい、イエス様を今日、信じたいという方がおられたら、どうぞ、目をつぶったまま手を挙げて、そのまで自分の思いを表していきましょう。どうぞ、信じて、手を挙げてください。ありがとうございます。戻してくださいそして、他の方々に聞きます。 マリアのように、キュジのもののように、弟子たちのように、私は今まで自分でいつも言い訳ばかりしてきた。でも今日の御言葉ののののの言よよよよううううにににににマリア弟子たたちのように私は100%あなたに従っていきます どうぞそういうふうに、えー、決断する方はその前に立ち上がってください人見なくていいです神様とあなたとの前だけで立ち上がっていきましょう今までも飛び込めなかったこともあるけれども主をあなたは私にとって最高の完全な主ですから今までためらっていたことでも今から私はもうためらわずにあなたに飛び込んでいきますとそのように願う方 If you want to take that step, one step to take that leap of faith today. That's you today. Stand up where you are. Don't look at people around you, but it's just between you and God to take that leap of faith today. To trust in him, to believe in him, to receive that faith, to declare that faith to 私たちが、rise. And when you take that leap. それが信仰です。それがイエス様を信じるということです。信じ続けるということです。ですそして信じる者には主の栄光が表されると約束されているんです。主の栄光を体験したい人はおられませんかどうぞ。イエス様。 もちろん信じている方でももっとイエス様の深みに私は飛び込んでいきますという方ですどうぞその他の方々で今日私はイエス様に顔を向けるだけで精一杯ですでもイエス様私のことをご存知ですよね私はあなたに目を向けますからあなたに向きを変えてあなたに聞きます

今日も私たちのことを愛し続けてくださり感謝いたします。Thank you for loving us。私たちがなかなか信じきれなかったですけれども、このように本当に信じる決心を立ち上がらせてくださったことを感謝いたします。Maybe I couldn't。 この,この地上で最後の息を引き取るその時まで主はあなたに忠実に従ってまいります。失敗するかもしれない。回り道をするかもしれない。でも私は主をあなたを信じ続けていきます。どうぞこの決心をあなたが祝福してください。 「そしてどうぞ決心をされた方々をあなたが守りあなたのご計画通りどうぞあなたの栄光を表すものとして一,つ一人一人を持ちください」「I ask you to help and guide and show your glory to those who made this、uh, decision today」「いやさじ受け入れた方,の方々のためにもお祈りいたします」「あなたのためにもいなりとします」 どうぞ、本当に一人子をしまずにこの地上に送ってくださった神の愛を受け取り。どうぞ、またこの後引き続き導かれるままに主をどうぞ、あなたを信じる祈りをすることができますように。